ササイヨ三月五日から二千十四年八月五日は日本の発生学者、医学者、博士、神経誘導因子コーディンの発見者、オルガノイド研究で先駆的業績を持ち、ブレインメーカーと称された、京都大学再生医科学研究所教授、理化学研究所発生、再生科学総合研究センターグループディレクター、同副センター長を歴任。 エドワード・デロバティスの下でコーディングを発見し、ウルバイラテリア仮説も提唱。理研では、動物が、掃除型を維持する原理も解明した。世界で、初めて ES 細胞による網膜の分化誘導や、立体的な網膜の生成に成功し、多能性幹細胞の大量培養法も開発。さらに、ES 細胞から、床下部栓具細胞の分化誘導や脳下垂体の 立体的な形成も実現し、井上学術賞、山崎定一賞、武大学賞、上原賞などを受賞した。論文執筆の天才とも呼ばれ、センター全体の資金調達や神戸、医療産業都市関連の事業でも活躍。文部科学賞や科学技術振興機構の再生医療プロジェクトや委員会でも手腕を見せた。2014年に発表、撤回された。 スタップ論文により、様々な責任が追求される中、2014年8月5日に、自殺。その死は国内外に衝撃を与えた。1962年兵庫県生まれ。野球をして育ち、剣道で自精神を養ったという。高校は、愛知県立朝日ヶ丘高等学校に進学し、音楽部に所属。同じ部活の同級生には、田島かなめがいた。 勉強だけでなく、スポーツもよくできたという。親族の多くは、医学方面に進んでおり、1980年には、さ井も京都大学医学部へ進学した。大学では、理学部教授であった岡田節人の講義を聞き、発生学にも、興味を持った。1982年から1986年に、かけて、京都大学医科学第一講座で、実験や、 研究の基礎を学ぶ。医科学第一講座と第二講座の交流の良さを指摘し、生科学や分子生物学の第一線を感じ取れたこと、基礎医学の研究は自分の個性をそれぞれ生かしてやっていくことができるんだと思っていたことを10回している。早石治の最終講義では、笹井が在校生代表として謝辞を述べた。 1986年3月に京都大学医学部を卒業し一度医療を通して人間、生命の本質を感じる中で研究を選びたいということから同年6月より2年間の研修を受ける。これからの医学に必要なことを肌で感じたいという気持ちがあり、研修先は大学病院ではなく神戸市立中央市民病院を選ぶ。研修中には 運動機能に障害を持つ筋萎縮性即索硬化症や脊髄症の変性症などの患者も担当している。支えは、研修を通して、神経の難病に治療法や、特効薬がないことを認識し、脳や神経系に興味を持つ。臨床医としての研究に限界を感じたこともあり、基礎研究を志して1988年に、 京都大学大学院医学研究科へ入学。中西茂忠の下で研究に取り組み、複雑でありながら、極めて精密に構築されている脳の,の不思議に魅了される。1993年に京都大学博士を取得する。1993年にはカリフォルニア大学ロサンゼルス校医学部客員研究員の機会を得る。 トベージにはパスポートを盗まれて苦境に立つが、無事に再発行を受けることができ、エドワード・デロバティスのもで1996年まで研究を行う。ササイは、ハンス・シュペーマンが発見した、形成体から分泌される、神経誘導因子の分子実態と、その作用機構の研究に取り組む。ササイはわずか1月ほどで、 コーディに電子を作るクローンを発見し、さらにこのコーディンがシュペーマン形成体から分泌される発生シグナル、物質であること、神経以外の他の細胞へ分化するのを抑制するシグナルを出すことを発見した。シュペーマン形成体は1924年に発見されて以降、その作用の仕組みが明らかになっていなかったが、支えによって解決された。このコーディンの発見は、 神経発生学の入門書でも取り上げられている。症状外やマウスにおいて形を決定する遺伝子の働きに類似したものが見られる。ササイト・デロバティスはこの類似が進化的保存であると考え、昆虫と脊椎動物で共通の祖先を持つとするウルバイラテリア仮説を1996年に提唱この分野に大きな影響を与えた。 帰国後の1996年には、京都大学医学部助教授に就任し、神経分化を決定するスイッチ因子のカスケードの研究に従事。1998年には、京都大学再生医科学研究所教授に36歳の若さで就任、ES 細胞から選択的に神経細胞を分化させる系を確立した。また、理化学研究所時代には、 アフリカツメガエルの初期灰を使って指令因子と掃除型について研究を実施2013年にはシズルドの濃度でコーディーンが阻害されコーディーンの濃度勾配が調整されること灰の大きさとシズルドの濃度が比例することによって掃除型が維持されることを発表している1998年頃から 自己組織化研究を本格化させ、10年ほどかけて、自己組織化の実験系の確立に取り組む。なお、この間、2000年理科学研究所発生、再生科学総合研究センターにおいて、グループディレクターを兼任し、2003年には専任となった。この過程で、2005年には、 高橋雅夫と ES 細胞による網膜の分化誘導に成功し、2006年には ES 細胞から死傷株栓具細胞を分化誘導させることに成功。マウス ES 細胞から外肺瘍へ分化誘導する遺伝子 XFDL156 を発見し、2008年のセルシに発表した。また、2007年には、 ES 細胞の大量培養法の開発や神経系細胞の効率的な作成を発表 ES 細胞の培養方法においてバラバラにした人 ES 細胞の死が問題になるが支えのチームはローキナーゼというリン酸化酵素の活性化が原因であることを発見ローキナーゼ阻害剤を培養液に添加することにより ES 細胞を大量培養することに成功している さらに2011年4月7日付の英科学誌ネイチャーにマウスの ES 細胞から網膜全体を作ることに成功したことを発表。ES 細胞から網膜を立体的に作ったのは世界初の試みであり、この分野を一変させたと高く評価されている。また2012年には様々なホルモンを分泌する脳下垂体についても、 立体的な形成に成功する。これら一連の研究により、2009年から2012年にかけて、文部科学大臣表彰、大阪科学賞、井上学術賞、塚原中明記念賞、山崎定一賞、武大学賞などを立て続けに受賞した。2012年のインタビューでは、今後10年は、生物の形や、 大きさを決める原理について研究していきたいと述べると、共に再生医療や創薬への応用を目指す人たちに対する技術移転やサポートについても抱負を語っていた。また、2013年のインタビューではゲノム編集技術による将来展望や細胞の文化誘導から組織を作り出すことを考える時代へ入っているとの認識を語っていた。笹井は 文部科学省再生医療の実現化プロジェクトにおいて、人多能性幹細胞の文化誘導、移植の技術開発と、技術支援のための総合拠点の代表者を務めると、ともに、科学技術振興機構の戦略的、創造研究推進事業再生医療実現拠点、ネットワークプログラムにおいても、疾患特異的 iPS 細胞を活用した、難病研究、疾患、 組織別実用化研究拠点といった大型プロジェクトの代表を務めており、高橋正代による IPS 臨床研究にも貢献していた。笹井は理研 CDB 設立当初からのメンバーであり、若手が実力を発揮できる研究所を作りたかった。日本の大学では嫉妬されたり雑用が多かったり、若い研究者が自分の研究室を持ちにくい。 CDB は若手が思いっきり活躍できる研究所にしたいと語り、CDB の予算獲得や新施設、融合連携イノベーション推進旨の実現にも尽力した。支えの貢献に対し、CDB センター長の竹内正人氏は、支えさんなしでは今のセンターはなかったと述べており、ポートアイランドの関連企業からも神戸全体の発展や、 産学連携を見据える稀な存在だったと評価されていた。文部科学省の科学技術学術審議会ライフサイエンス委員会でも委員を務め IPS 細胞編長の政策を疑問視する発言も行っていた。マネージャー業務に加えて学会の打ち上げでチェロを演奏したり CDB で開催される国際会議では バーテンダー役を務めたりするなど、マルチタレントぶりを発揮していた。2013年3月には、副センター長に就任。更新の育成にも熱心で、次期センター長との呼び声もあった。2012年12月に、おぼかたはるこの CDB 研究ユニットリーダー採用面接に、立ち会い、竹市雅俊センター長から、スタップ論文の指導を依頼される。 その後も指導を続けるうちに、協調者や共同発明者に加わっていき、副センター長となってからも同研究をバックアップした。2014年1月には、文部科学省や内閣官房に対しスタップ、研究予算の陳情を行っており、10年で50億円の予算を文部科学省に認めさせていたとも言われている。 2014年1月28日のスタップ、研究発表の記者会見にはササイも同席し、ネイチャーに乗った25年間の論文の中で最もインパクトがあると、その成果を強調していたが、この論文に疑義が生じ始める。当初は、論文の結論に影響がないと見られており、ササイも2月下旬の懇親会では目を輝かせながら、CDB の同僚に、 スタップ研究への参加を呼びかけていた。しかし続出する致命的な疑義を受け、3月10日には共同著者の若山照彦が論文撤回を呼びかけることになり、事態は混迷を深めていく。3月11日には、なぜこんな負の連鎖になるのか、悲しくなってくると、新聞記者にとろし、竹市正俊センター長には、 副センター長の職を辞したい旨を伝えていたが、調査中のため辞職は認められなかった。精神的ストレスのため診療内科を受診し、持病の急性増悪の併発も重なり、同月から1ヶ月ほど休職して入院していた。退院後の4月16日には、記者会見を開き、謝罪を行った。会見前には、できるだけ率直にお話ししたいが、 利権の立場の範囲だと思うと述べ、会見には普段あまりつけない利権のバッジを胸にして臨んだ。会見では、スタップは最も合理性のある仮説として科学的説明を行い、ハーバードとの関係や研究の変遷について事実関係を明らかにしたが、責任逃れと批判されることにもなった。支えの管理責任は厳しく指摘され、 6月12日には、利権改革委員会から、笹井氏の責任は、重大として、幹部退任を提言されるなど、笹井への批判は強まっていた。研究予算の使途など疑惑は深まり、6月30日には、科学的な疑義を対象とする、新たな調査が始まることになる。このような状況の中、ササは6月頃には、研究室の研究員に、研究室を閉めるから、 行き先を探すようにと語っていた。体調が悪化しながらも、研究員の就職先探しや、論文指導に熱心に取り組むとともに、各種プロジェクトの代表交代準備も進めていた。また、7月2日のネイチャー論文撤回にあたり、ササは、不正を防ぐ指導を徹底しきれなかった、整合性を疑念なく語ることは困難とのコメントを、 だし、その主張を交代させていた。同年7月25日には研究の議論も成立しない状態に陥り、研究員から報告を受けたセンター長の竹市、正俊氏は健康管理室に相談、支えを医師に受診させることを勧められていた。庭人氏やおぼかた春子の検証実験が注目される、中、7月27日には、 スタップ事件の特集がテレビ放映され、支えについても大きく取り上げられ、8月4日の利権の声明でも新たな調査結果に伴って、協調者の処分が大きく変わることが言及されていた。8月5日午前8時40分頃、神戸市中央区にある理科学研究所発生、再生科学総合研究センターと通路でつながった。 先端医療センターの研究棟の4階と5階の間の踊り場で手すりにくくりつけた紐状のもので首吊りになった状態で発見され医師が死亡を確認。同日午前11時3分、警察に通報後に搬送された搬送先の神戸市立医療センター中央市民病院で正式に死亡が確認された。兵庫県警察は自殺と見ており、現場のカバンの中や 秘書の机、自宅に複数の遺書が残されていた。52歳没。利権と家族で対応を検討し始めていた矢先の出来事であった。笹井の市により、神戸愛センターや融合連携イノベーション推進旨といった再生医療の実用化や神戸医療産業都市の関連事業及びスタップ論文問題の真相解明や、 検証実験等に影響が出ることが懸念された。また、ササイの自殺によって、理研内の研究者や職員らの動揺や不安は深刻化した。研究室メンバーや商法の方、理研関係者のメンタルケアも心配され、理研職員らの心労を心配して理研に電話をした人も複数いたという。ササの不法に際し、理化学研究所ののより吉原理事長と、 竹市正俊センター長がコメントを発表。さらに閣僚や科学技術振興機構も声明を出し、山中晋也や若山照彦も哀悼の意を表した。日本国外でも大きく報道され、ネイチャーは編集主管が悲劇、科学者コミュニティの多大な損失と声明を発表するとともに、同志のニュースブログでも取り上げ、他の多くの学術誌においても、 追悼記事が掲載された。創発生物学への補助。多細胞生物学研究のパラダイムシフト。実験医学第31巻第13号。2013年8月。多細胞社会に見る自己組織化。頑張などの自己組織化を例に。実験医学第31巻第16号。2013年10月。自己組織化の3つのメカニズム。自己集合。 自己パターン形成、自己銅型形態形成、実験医学第31巻第19号、2013年12月。創発する力学、科学上、自己銅型形態形成、実験医学第32巻第3号、2014年2月。局所と全体の項を、自律制御する、発生上、実験医学第32巻第6号、2014年4月。 創発生物学の展望、多細胞社会を操る、制御の壺と、その応用、実験医学第32巻第13号、2014年8月。ありがとうございます。